ボロボロになりそう。今日もネズミさんは人気者です。なぜか仕切り直すよもぎくん。子猫は育つのが早いですね。この時点で体重700グラムを超えていました。量も食べ方もワイルドになってきましたね。さすが男の子。たくさん食べるので最初の食器に戻しましたよ。ゴムブラシをかけようとしていたんですが、おもちゃと間違えられているようです。ダイソーで買ったドジョウくん、結構お気に入りのようです。カピさんよりドジョウくんが気になるようですね。最近は私のスリッパがガジガジされています。よもぎくんは見てるだけでも楽しいね。飽きたのかな。いや、そんなことはなかった。